なめとこ山の熊。宮沢賢治。なめとこ山の熊のことなら面白い。なめとこ山は大きな山だ。淵沢川はなめとこ山から出てくる。なめとこ山は一年のうち大抵の日は冷たい霧か雲かをすったり吐いたりしている。周りもみんな青黒いナマコや海坊主のような山だ。山の中頃に大きな洞穴がガランと開いている。そこから淵沢川がいきなり300尺ぐらいの滝になって、ヒノキや板屋の茂みの中をゴーと落ちてくる。中山街道はこの頃は誰も歩かないから、吹きや板取りがいっぱいに生えたり、牛が逃げて登らないように柵を道に立てたりしているけれども、そこをガサガサ三里ばかり行くと、向こうの方で風が山の頂を通っているような音がする。気をつけてそっちを見ると、なんだかわけのわからない白い細長いものが山を動いて落ちて煙を立てているのがわかる。それがなめとこ山の大空滝だ。そして昔はその辺には熊がごちゃごちゃいたそうだ。本当はなめとこ山も熊の井も私は自分で見たのではない。人から聞いたり考えたりしたことばかりだ。間違っているかもしれないけれども、私はそう思うのだ。とにかくなめとこ山の熊の井は名高いものになっている。腹の痛いのにも効けば傷も治る。鉛の湯の入り口に、なめとこ山の熊の井ありという昔からの看板もかかっている。だから、もう熊はなめとこ山で赤い舌をベロベロ吐いて谷を渡ったり、熊の子供らが相撲を取っておしまいポカポカ殴り合ったりしていることは確かだ。熊取りの名人の淵沢小十郎がそれを片っ端から取ったのだ。淵沢小十郎は菅目の赤黒いゴリゴリした親父で、胴は小さな薄ぐらいはあったし、手のひらは北島の毘沙門さんの病気を治すための手形ぐらい大きく扱った。小十郎は夏ならまだの川でこさえたケラを着て、半履きを履き、正番の使うような山形などポルトガル伝来というような大きな重い鉄砲を持って、たくましい黄色な犬を連れて、なめとこ山から白毛沢から三俣から堺井の山から間宮穴森から白沢から、まるで縦横に歩いた。木がいっぱい生えているから、谷を登っているとまるで青黒いトンネルの中を行くようで、時にはパッと緑と金色に明るくなることもあれば、そこら中が花が咲いたように日光が落ちていることもある。そこを小十郎がまるで自分の座敷の中を歩いているというふうで、ゆっくりのっしのっしとやっていく。犬は先に立って崖を横ばいに走ったり、ざぶんと水に駆け込んだり、縁のノロノロした気味の悪いとこをもう一生懸命に泳いで、やっと向こうの岩に登ると体をブルブルっとして毛を立てて水をふるい落とし、それから鼻をしかめて主人の来るのを待っている。小十郎は膝から上にまるで屏風のような白い波を立てながら、コンパスのように足を抜き差しして口を少し曲げながらやってくる。そこであんまりいっぺんに行ってしまって悪いけれども、なめとこ山あたりの熊は小十郎を好きなのだ。その証拠には熊どもは小十郎がぼちゃぼちゃ谷をこいだり、谷の岸の細い平らないっぱいにアザミなどの生えているところを通るときは
黙って高いとこから見送っているのだ。木の上から両手で枝に取り付いたり、崖の上で膝を抱えて座ったりして、面白そうに小十郎を見送っているのだ。まったく熊どもは小十郎の犬さえ好きなようだった。いくら熊どもだって、すっかり小十郎とぶつかって、犬がまるで火のついたまりのようになって飛びつき、小十郎が目をまるで変に光らして鉄砲をこっちへ構えることはあんまり好きではなかった。その時は大抵の熊は迷惑そうに手を振ってそんなことをされるのを断った。けれども熊もいろいろだから、気の激しいやつならゴーゴー吠えて立ち上がって犬などはまるで踏みつぶしそうにしながら、小十郎の方へ両手を出してかかっていく。小十郎はぴったり落ち着いて、木を縦にして立ちながら、熊の月の輪をめがけてズドンとやるのだった。すると森までガガーッと叫んで、熊はドタッと倒れ、赤黒い血をドクドク吐き、鼻をクンクン鳴らして死んでしまうのだった。小十郎は鉄砲を木へ立てかけて、注意深くそばへ寄ってきて、こう言うのだった。熊、俺は手前を憎くて殺したのでねえんだぞ。俺も商売なら、てめえも撃たなきゃならねえ。他の罪のねえ仕事をしてんだな。畑はなし、木はお上のものに決まったし、里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに漁師なぞ知るんだ。てめえも熊に生まれたが因果なら、俺もこんな商売が因果だ。やい、この次には熊なんぞに生まれなよ。その時は犬もすっかりしょぎ返って目を細くして座っていた。何せこの犬ばかりは小十郎が四十の夏、うち中みんな赤痢にかかって、とうとう小十郎の息子とその妻も死んだ中にピンピンして生きていたのだ。それから小十郎は懐から研ぎ澄まされた小刀を出して、熊の顎のところから胸から腹へかけて皮をスーッと裂いていくのだった。それから後の景色は僕は大嫌いだ。けれども、とにかくおしまい小十郎が真っ赤な熊の胃を背中の木の室に入れて、血で毛がボトボト房になった毛皮を谷で洗って、くるくる丸め背中に背負って、自分もぐんなりした風で谷を下っていくことだけは確かなのだ。小十郎はもう熊の言葉だってわかるような気がした。ある年の春早く、山の木がまだ一本も青くならない頃、小十郎は犬を連れて白沢をずっと登った。夕方になって小十郎は、ばっかい沢へ越える峰になったところへ、去年の夏こさえた笹小屋へ泊まろうと思って、そこへ登っていった。そしたらどういう加減か、小十郎の柄にもなく登り口を間違ってしまった。何べんも谷へ降りてまた登り直して、犬もヘトヘトに疲れ、小十郎も口を横に曲げて息をしながら半分崩れかかった去年の小屋を見つけた。小十郎がすぐ下に湧き水のあったのを思い出して、少し山を降りかけたら、驚いたことは、母親とやっと一歳になるかならないような子熊と2匹、ちょうど人が額に手を当てて遠くを眺めるといったふうに、淡い6日の月光の中を向こうの谷をしげしげ見つめているのにあった。小十郎はまるでその2匹の熊の体から
五光が差すように思えて、まるで釘付けになったように立ち止まって、そっちを見つめていた。すると、子熊が甘えるように言ったのだ。どうしても雪だよ。谷のこっち側だけ白くなっているんだもの。どうしても雪だよ、おっかさん。すると母親の熊は、まだしげしげ見つめていたが、やっと言った。雪でないよ。あそこへだけ降るはずがないんだもの。子熊はまた言った。だから、溶けないで残ったのでしょ？いいえ、おっかさんはアザミの目を見に、昨日あそこを通ったばかりです。小十郎もじっとそっちを見た。月の光が青白く山の斜面を滑っていた。そこがちょうど銀の鎧のように光っているのだった。しばらくたって子熊が言った。雪でなきゃ霜だね。きっとそうだ。本当に今夜は霜が降るぞ。お月様の近くでコキエもあんなに青く震えているし、大地、お月様の色だってまるで氷のようだ。小十郎が一人で思った。お母様はわかったよ。あれはね、引き桜の花。なんだ、引き桜の花だい。僕知ってるよ。いいえ、お前まだ見たことありません。知ってるよ。僕、この前取ってきたもの。いいえ、あれは引き桜ではありません。お前取ってきたの、キササギの花でしょ？そうだろうか。子熊はとぼけたように答えました。小十郎は、なぜかもう胸がいっぱいになって、もう一遍、向こうの谷の白い雪のような花と、四年なく月光を浴びている親子の熊をちらっと見て、それから音を立てないようにこっそりこっそり戻り始めた。風があっちへ行くな行くなと思いながら、そろそろと小十郎は後ずさりした。黒文字の木の匂いが月の明かりと一緒にスーッと刺した。ところが、この豪儀な小十郎が町へ熊の皮と肝を売りに行く時の惨めさといったら、全く気の毒だった。町の中ほどに大きな荒物屋があって、ザルだの砂糖だの砥石だの、金天狗やカメレオン印のタバコだの、それからガラスのハエ取りまで並べていたのだ。小十郎が山のように毛皮を背負ってそこの敷居を一足またぐと、店ではまた来たかというように薄笑っているのだった。店の次の間に大きな空金の火鉢を出して主人がどっかり座っていた。旦那さん、センコロはどうもありがとうござんした。あの山では主のような小十郎は、毛皮の荷物を横に下ろして、丁寧に敷板に手をついて言うのだった。ああ、どうも。今日は何のご用です？熊の皮、また少し持ってきたます。熊の皮か。この前のもまだあのまましまってあるし、今日はまんず言います。旦那さん、そう言わないでどうか買ってくんなさい。安くても言います。なんぼ安くてもいらないます。主人は落ち着き払ってキセルをタンタンと手のひらへ叩くのだ。あの豪儀な山の中の主の小十郎は、こう言われるたびにもうまるで心配そうに顔をしかめた。何せ小十郎のとこでは山には栗があったし、後ろのまるで少しの畑からは
冷えが取れるのではあったが、米などは少しもできず、味噌もなかったから、90になる年寄りと子供ばかりの7人家内に持っていく米は、ごくわずかずつでもいったのだ。里の方のものなら朝も作ったけれども、小十郎のとこでは、わずか藤鶴で編む入れ物のほかに、布にするようなものは何にもできなかったのだ。小十郎はしばらくたってから、まるでしわがれたような声で言ったもんだ。旦那さん、お願いだます。どうか、なんぼでもいいはんで、買ってくない。小十郎はそう言いながら、改めてお辞儀さえしたもんだ。主人は黙ってしばらく煙を吐いてから、顔の少しでにかにか笑うのをそっと隠して言ったもんだ。言います。おいでお出れ。じゃあ平助、小十郎さんさ、2円あげろじゃ。店の平助が大きな銀貨を4枚小十郎の前へ座って出した。小十郎はそれを押しいただくようにして、にかにかしながら受け取った。それから主人は、今度はだんだん機嫌が良くなる。じゃあ、おきの、小十郎さんさ、一杯あげろ。小十郎はこの頃は、もう嬉しくてワクワクしている。主人はゆっくりいろいろ話す。小十郎はかしこまって、山の模様や何か申し上げている。間もなく台所の方からお膳できたと知らせる。小十郎は半分辞退するけれども、結局台所のとこへ引っ張られていって、また丁寧な挨拶をしている。間もなく塩引きの鮭の刺身や、イカの切り込みなどと酒が一本、黒い小さな膳に乗ってくる。小十郎はちゃんとかしこまってそこへ腰掛けて、イカの切り込みを手の甲に乗せてペロリと舐めたり、うやうやしく黄色な酒を小さなチョコについだりしている。いくら物価の安い時だって、熊の毛皮2枚で2円はあんまり安いと誰でも思う。実に安いし、あんまり安いことは小十郎でも知っているけれども、どうして小十郎はそんな町の荒物屋なんかへでなしに他の人へどしどし売れないか、それはなぜか大抵の人にはわからないけれども、日本では狐犬というものもあって、狐は漁師に負け、漁師は旦那に負けると決まっている。ここでは熊は小十郎にやられ、小十郎が旦那にやられる。旦那は町のみんなの中にいるから、なかなか熊に食われないけれども、こんな嫌なずるい奴らは、世界がだんだん進歩すると一人で消えてなくなっていく。僕はしばらくの間でも、あんな立派な小十郎が二度と面も見たくないような嫌な奴にうまくやられることを書いたのが、実に尺に触ってたまらない。こんな風だったから、小十郎は熊どもは殺してはいても、決してそれを憎んではいなかったのだ。ところが、ある年の夏、こんなようなおかしなことが起こったのだ。小十郎が谷をバチャバチャ渡って一つの岩に登ったら、いきなりすぐ前の木に大きな熊が猫のように背中を丸くしてよじ登っているのを見た。小十郎はすぐ鉄砲を突きつけた。犬はもう大喜びで、木の下に行って木の周りを激しく馳せ巡った。すると木の上の熊はしばらくの間、降りて小十郎に飛びかかろうか、そのまま撃たれてやろうか思案しているらしかったが、いきなり両手を木から離してどたりと落ちてきたのだ。
小十郎は油断なく銃を構えて撃つばかりにして近寄っていったら、熊は両手を上げて叫んだ。お前は何が欲しくて俺を殺すんだ。ああ、俺はお前の毛皮と着物ほかには何にもいらない。それも町へ持って行ってひどく高く売れるというのではないし、本当に気の毒だけれども、やっぱり仕方ない。けれども、お前に今頃そんなことを言われると、もう俺などは何か栗かシダのみでも食っていて、それで死ぬなら、俺も死んでもいいような気がするよ。もう2年ばかり待ってくれ。俺も死ぬのはもう構わないようなもんだけれども、少しし残した仕事もあるし、ただ2年だけ待ってくれ。2年目には俺もお前の家の前でちゃんと死んでいてやるから、毛皮も胃袋もやってしまうから。小十郎は変な気がして、じっと考えて立っていました。熊はその暇に足裏を全体地面につけて、ごくゆっくりと歩き出した。小十郎はやっぱりぼんやり立っていた。熊はもう小十郎がいきなり後ろから鉄砲を撃ったり、決してしないことがよくわかっているというふうで、後ろも見ないでゆっくりゆっくり歩いていた。そしてその広い赤黒い背中が木の枝の間から落ちた日光にちらっと光った時、小十郎は「うっ」と切なそうにうなって谷を渡って帰り始めた。それからちょうど2年目だったが、ある朝、小十郎があんまり風が激しくて木も垣根も倒れただろうと思って外へ出たら、ヒノキの垣根はいつものように変わりなく、その下のところに始終見たことのある赤黒いものが横になっているのでした。ちょうど2年目だし、あの熊がやってくるかと少し心配するようにしていた時でしたから、小十郎はドキッとしてしまいました。そばに寄ってみましたら、ちゃんとあのこの前の熊が口からいっぱいに血を吐いて倒れていた。小十郎は思わず拝むようにした。1月のある日のことだった。小十郎は朝うちを出るとき、今まで言ったことのないことを言った。ばさま、俺も年取ったでばな。今朝まず生まれで初めて水へ入るのやんだような気がするじゃ。すると縁側の日向で糸を紡いでいた90になる小十郎の母は、その見えないような目を上げてちょっと小十郎を見て、何か笑うか泣くかするような顔つきをした。小十郎はわらじを祝えて、うんとこさと立ち上がって出かけた。子供らは代わる代わる馬屋の前から顔を出して、じいさん、早くお出やと言って笑った。小十郎は真っ青なつるつるした空を見上げて、それから孫たちの方を向いて、行ってくるじゃいと言った。小十郎は真っ白な片雪の上を白沢の方へ登っていった。犬はもう息をハーハーし、赤い舌を出しながら走っては止まり、走っては止まりしていった。間もなく小十郎の影は丘の向こうへ沈んで見えなくなってしまい、子供らは冷えの藁で藤付きをして遊んだ。小十郎は白沢の岸を登っていった。水は真っ青に淵になったり、ガラス板を敷いたように凍ったり、つららが
何本も何本も数珠のようになってかかったり、そして両岸からは赤と黄色の真弓の実が花が咲いたようにのぞいたりした。小十郎は自分と犬との影帽子がちらちら光り、カバの幹の影と一緒に雪にかっきり青色の影になって動くのを見ながら登っていった。白沢から峰を一つ越えたところに、一匹の大きな奴が住んでいたのを夏のうちに訪ねておいたのだ。小十郎は谷に入ってくる小さな支流を五つ越えて、何べんも何べんも右から左、左から右へ水を渡って遡っていった。そこに小さな滝があった。小十郎はその滝のすぐ下から長根の方へかけて登り始めた。雪はあんまりまばゆくて燃えているくらい。小十郎は目がすっかり紫の眼鏡をかけたような気がして登っていった。犬はやっぱりそんな崖でも負けないというようにたびたび滑りそうになりながら雪にかじりついて登ったのだ。やっと崖を登りきったら、そこはまばらに栗の木の生えたごく緩い斜面の平らで、雪はまるで冠水石というふうにギラギラ光っていたし、周りをずっと高い雪の峰がニョキニョキ突っ立っていた。小十郎がその頂上で休んでいた時だ。いきなり犬が火のついたように吠え出した。小十郎がびっくりして後ろを見たら、あの夏に目をつけておいた大きな熊が両足で立ってこっちへかかってきたのだ。小十郎は落ち着いて足を踏ん張って鉄砲を構えた。熊は棒のような両手をびっこに上げてまっすぐに走ってきた。さすがの小十郎もちょいと顔色を変えた。ピシャッというように鉄砲の音が小十郎に聞こえた。ところが熊は少しも倒れないで、嵐のように黒く揺らいでやってきたようだった。犬がその足元に噛みついたと思うと、小十郎はガーンと頭が鳴って、周りが一面真っ青になった。それから遠くでこういう言葉を聞いた。おう、小十郎、お前を殺すつもりはなかった。もう俺は死んだと小十郎は思った。そしてチラ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 青い星のような光がそこら一面に見えた。これが死んだ印だ。死ぬ時見る日だ。熊ども許せよ、と小十郎は思った。それから後の小十郎の心持ちは、もう私にはわからない。とにかくそれから三日目の晩だった。まるで氷の玉のような月が空にかかっていた。雪は青白く明るく、水は輪光を上げた。スバルや真の星が緑や橙にちらちらして呼吸をするように見えた。その栗の木と白い雪の峰々に囲まれた山の上の平らに、黒い大きなものがたくさん輪になって集まって、おのおの黒い影を置き、ふいふい京都の祈る時のようにじっと雪にひれ伏したまま、いつまでもいつまでも動かなかった。そしてその雪と月の明かりで見ると、一番高いとこに小十郎の死骸が半分座ったようになって置かれていた。思いなしか、その死んで凍えてしまった小十郎の顔は、まるで生きている時のようにさえざえして、
何か笑っているようにさえ見えたのだ。本当にそれらの大きな黒いものは、真の星が天の真ん中に来ても、もっと西へ傾いても、じっと化石したように動かなかった。お相手は久保田仁でした。